皆さんこんこにちはでございますえっと2か月ぶりなのかねやっぱりねえっと先々月から、えー、この4月に出した「奥行きの子どもたち」という本をめぐってのレクチャーということで「ニュ、えー、ースレクチャー20、えー、2019」シリーズを始めました。えっと、今回もすすごいですね もう会場はもう満員でこれ画期的ですよあのヌーソロジーの歴史の中で前回も100名ぐらいの,あの皆さんに来ていただいたんですけども今回も100名超えるぐらいでしょうねえっと確実にヌースの風が吹いてきてるというのをちょっと感じてますそれで昨日はねあのこの奥行きの子どもたちの共著、えー、者である 春井さんマキシムさんも迎えての出版記念パーティーというのを、えー、ボイスの方でやってきました多分この中にも昨日も来ていただいたコアなニュースファンがいらっしゃると思うんですがどうもありがとうございました、えっと、昨日もおかげさまで、まあ、どうなることかちょっと心配してたんだけど50名ぐらいの,あの集まりになって、えー、非常に盛り上がりましたで昨日は第1部でニュ、えー、ースの「 極秘の裏ニュースの話を <laughs> しまして、えー、お受けしたんですが、えー、今日は表ニュースでガンガンいきますのでよろししくお願いしておきますで時間もあんまりないんでねあの昨日の様子とかもいろいろお伝えしたいんですがちょっと今日もまた、えー、コアなニュースの話が待ってますので、えー、質問の時間とかにねそういう話を織り交ぜたいと思います。 ということで、第二回目、始めさせていただきます。よろしくお願いします。<laughs> 拍手<を>。<laughs> えっと、今日はタイトル、えー、二つのタナトスの狭間でっていう。タイトルで、えーえー、扱うお題がですね。エヴァンゲリオンという、アニメ。映画になっています。えっと、まず最初に、こた、とかなくちゃいけないのは、僕は、兄太ではありません。 だからアニメにそんなに詳しいわけじゃなくてないので多分この中にはパッと見こうアニメに詳しそうな人がちらほらといらっしゃるんで「このエヴァンゲリオン」という物語に対する深掘りというかその分析をちょっと期待されると困るんですがとりあえず「エヴァンゲリオン」をネタにヌーソロジーを解説するという。 そういういいいい形で進めていきたいと思います、えー、もし突っ込みたいところがあったらガンガンまた質問の時にでも突っ込んでください。でタイトルは2つの「タナトスの狭ざで」っていうことになってるんですがえー、例によって3コマに分けて話していきたいと思います。えー、っとまず1枠目、えー、この「エヴァンゲリオン」にかけてですねまあ この原作者で安野さんとそのチームがいると思うんですけども彼らも十分その辺を考えてこの物語を作ったと思うんですが「えー、エヴァンゲリオンと精神分析」というタイトルで、えー、進めたいと思います1枠目はさっきの2つの「タナトスの狭間まで」っていう「タナトス」っていう言葉自体が精神分析から来ている言葉なのでまあその辺の意味も含めてねちょっといろいろ話していこうかなとそして 2番目今日一番これがやっぱり厄介だと思うんですが「エヴァンゲリオン」というのは基本的にこうあそうか皆さんにまずエヴァの話エヴ,エヴァンゲリオンってこの中で見たことある人どのぐらいいらっしゃいますか、えー、ざっと7割ぐらいかな7割ぐらいですねそしてもう一人とてもこの本の中でも出てきましたが重要な登場人物これが綾波レイという、えー、キャラクターです。 でレイはどういう関係にあるかというとまずこの初号機のシンクロ実験の時に死んだ、えー、ユイの細胞からできたクローンです,です、ね、肉体的にはユイの細胞を受け継いでいますが魂はユイの魂ではありませんここすごい気になるところで魂の方は何かというと リリスというものの魂を持ってますこのリリスというものについてもは後でままた説明しますそしてこの4人をめぐって、えー、まあ他にいろんな登場人物出てくるんですけど、えー、このエヴァの物語は動いていくという風になってます。で奥行きの子どもたちでもこの辺は僕のあまり得意分野じゃないんだけど、えー、昨日もパーティーに参加してくれた星野さんの方が。 精神分析の考え方を使ってこの弦道唯真事霊という関係がその精神分析で読み解くと、まあ、まず人間のもちろん個体意識自間意識の発達の問題ですねそれともう一つは歴史意識の発達の問題まで含めてこの「エヴァンゲリオン」という物語は伏線に非常に実は。 意図的か偶然かわからないんだけど非常に深いこうなんていうかな、えー、構造を持った物語になっているで例えばこれ意図的じゃなくてもあ,のあれだけこう若者の当時の若者の間に、えー、波及したっていうことはそれだけ無意,識無意識的な強度が作品の中に詰まってるわけですね。でそういうい物語 でどういう構造になってるのかっていうのを先にお話しますと、えー、ここからちょっとニュースを使わないと難しいんですが、えー、ちょっと配置しました。えー、っとこれはまあニュースでもおなじみのケイブ・コンパスという、えー、人間の無意識構造をかたどったあの無意識構造の流動性を表したモデルですけどこれに今の4人の配置を えー、置くととどううなるかといいい感じで書いていますまず、えー、言動というのは非常に分かりやすいですね。というのはどういうことかというと言動は基本的にどういう役回りをしていたかというと真理に何、えー、て言うかな真理を呼び戻して、えー、使徒と戦うことをまあ強要していくわけですね。戦えとそしておまけに えー、ロボットのコアは,は自分のお母さんなわけだからシンジにとととってはお母さんと触れたいいう欲望が一つあるでしょでもシンジは当時、えー、そさっきも言ったように3歳,の3歳です半ば捨てられてそして14歳で呼び戻されたでその10年間11年間というものはお父さんのこともよく知らないしお母さんのこともよく知らないという環境で育ってるわけですよ。でまあ、そういった意味で あのしっかりした精神性を持って育ってきてて育きないわけです、ね、でそこで突然呼び出されて訳のわからない人という怪物と戦えと言われるわけだから誰でも何、えー、て言うかな引っ込み思案というか恐怖でいっぱいになると思うんだけどもシンジは、まあ、お母さんに触れたいというのもあるしあと,あとで出てきますがその綾波が傷ついて これ綾波っていうのはゼロ号機のパイロットで綾波も先に戦ってるわけですねその傷ついた姿を見て自分が綾波を守ってやらなくちゃいけないんだとかいうような義務感というか正義感も持ってその間の葛藤の中でエヴァに乗っていくっていう物語になってるわけですそして問題はこの綾波です、えー、綾波はもうこの本にいろいろ書いているんで、えー、詳しい話はしませんが 基本的にはヌーソロジーからは物質の象徴として、えー、起きましたまあ基本的に綾波自身がクローンですから細胞から作られたクローンで魂はないわけでしょもともとの魂はそして魂があるの綾波の魂はリリスの魂が宿っているとされてるんですねでリリスというのはさっき言った言い方するならば、えー、アダムが「 えー、こっちの「生命の実」の「生命の木の流れ」とすると知識の木の流れ人間が持った物質的意識の流れの中で出てきたのがリリスですからその魂を持ってるということでもう綾波はこれは物質の象徴なんだというような形で、えー、置いていますすね。で簡単にこれをその精神分析の言葉で言っとくと。 まずこの長時間の方あこっちの方がいいな先に生まれるのはこの感性の方なんで、えー、フロイト・ラカンっていう精神分析の流れの話あとでまたしますがそこから言うとねこの,このプサイ10の感性っていうのは、えー、創造的同一化っていうような言葉を使いますちょっと難しい言葉です創造的同一化。 こちら側は象徴的同一化という言い方をします。いずれにしろ、精神分析の考え方では創造的同一化も象徴的、同一化も虚勢という言葉で表されます。勢いを何て言うか？消すみたいな虚勢ですよね。 で人間の大元の力というのはこの図でいうとどこにあるかというと、えー、この原子王と書かれたこの場所ここに実は人間の大元の力があってこれ羅漢だったら「現実界」と呼ぶと思うんですけどそこから阻害されて虚勢されてくることによってこの2つの意識の流れが出てくるという考え方です。で 最初の方が創造的同一化の流れが出てきその後象徴的同一化というのが出てきてここで人間の意識が働き始めるというそういうようなあのイメージになっています。ね、で創造的同一化とはここに書いてありますね。我々が自分たちになって とっては好ましいように見えるイメージのつまり我々がこうなりたいと思うようなイメージへの統一化であるっていうかこっちはまあ創造界ていうような言い方をしますラカンの精神分析では知覚やイメージの世界がブーッと作られる世界ですで一方こちらは象徴的統一化ですから、えー、象徴界象徴的統一化と とはそこから我々が見られているここちょっと難しい表現ですがその場所への同一化だからそこから見られている場所への同一化だから他者へ同一化していくことですねそこから自分を見ると我々が自分にとって好ましく愛するに値するように見えるような場所への同一化であるつまりこっちが他者視線によって他者の目から自分を見た ところにあるところ世界への同一化ですこっちは自分自身の目で見ている世界への同一化そういうふうに分かれてると思ってくださいこの関係がですね人ヌースの言葉で言うと人間の内面と外面という関係になっていますがそういう関係ですでこの「長自我と自我と S」っていう言葉自体 ももととこれはフロイトという人が出して今も言ったように人間の内面と人間の外面その間で葛藤する私という自我というイメージでヌースの中でもとても重要視します意識には方向性があるということなんだよねまずこれを皆さんに頭に通し意識には方向がある 内なる方向と外なる方向と言ってもいいですどちらかというとこちらが外の方向に向かっている意識でこちら側が自分の内なる方向に向かっている意識そういったものを精神分析では長字画と S と呼んでいると思ってください簡単に言うとここに書いてますね S というのは何々が欲しいとか何々がしたいといった 人間の心の奥底に存在する本能的的欲欲求求や衝動的欲求のこと、えー。逆に超自我というのは何々すべきだ何々してはならないといった人間の行動を規制する道徳的命令や社会的規範を体現する部分自我とはその間に生じるさまざまな葛藤それを統制しながら何とかバランスを取ろうと。 してて持っていく力現実における意識的な選択や行動を決定する役割を担った人間の心の中心的な部分っていうまあさっきの「エヴァンゲリオン」ではシンジ君がここを表現していたと思っていいと思うんですがこれがねシンジ君っていうのは。